モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。はい、大分県くす町にママに優しいキャンプリゾートパークパラディッソ大分というところがあります。ゴールデンウィークはね、にぎわうだろうなっていうふうに思ってるんですけれどもね、それから本格的なキャンプシーズン到来です。はい、ドローン飛ばして賞金もらったり、バーベキューに舌鼓、はたまたテントに泊まって、それが全部手ぶらでできるっていうことでね、そのパラディス大分の中にレストラン、美味しいランチコースを提供してくれるリストランテアジュルルナがあるんですね。そこでランチコースの締めに出てくるのがくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎりで、あまりにも美味しいんで家で楽しんでもらおうっていうことで6食セットが出ました。はい、これをプレゼントしているっていうことなんで、どうぞおもろい家族に頑張ってメッセージお寄せください。それからね、ゴールデンウィークどこにも出かけないよっていう方、はい、聞けるおもろい家族も CD 付き、すごろくはね大きな本屋さんで、今発売中です。まあ大きな本屋さんでっていうのはね、まあ大きな本屋さんだと、きちんとまだ手に入るよっていうことなんで、発売からまだ半年は経ってないですけれどもね、はい、4ヶ月5ヶ月ぐらい、5ヶ月まだ経ってないですけれども、もう残り少なくなってるんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあそれではね、たまにこういう話は聞きますけれどもね、こちら女性の方のぞみさんですね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。この春就職で娘が家を出ることになって、差し当たって必要なものを車に積み込んで、私も一緒に赴任先の広島に出かけたんです。新生活が軌道に乗ったのを見届けて1週間して自宅に戻ったら、娘の部屋が妙にすっきり片付いているような、次に帰ってきた時に持っていくものを部屋にまとめておいたのが、全部ないんです。夫がどこかに片付けたのかなと思って帰宅した夫に尋ねたら、あれゴミの日に出しといたよ。え、なんですと。確かに運びやすいように指定のゴミ袋台に入れてましたけど、軽くて運びやすいしナイスアイデアと自負していました。日頃何にもしないくせに、よりによってなんでいらんことして。袋の中身は娘のお気に入りの夏物の服、お小遣いを貯めて買ったバッグなど、それなりのお値段で買ったものばかり、総額数十万円。それがゴミなんて、見たらゴミかどうか分かるやろと未だに夫を責めています。このことは怖くてまだ娘に言ってません。先日ゴールデンウィーク帰ってくるという連絡が入って眠れない日々を過ごしてます。あー、そうですか。これはね、いやー、もう本当に、いや、一つね、ゴミ袋に入れてたっていうのもね、まあ、まあまあ確かにね、そうですね。まあ日頃何にもしない旦那さんだって思ったら、そう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 、安心だもんね。そうなんですよ、そうなんですよ。ただまあね、やっぱ目についてたっていうところがあったのかもしれないなっていう、ね、そういう時に限ってね、部屋に入ってあってね、良かれと思ってということなんでしょうけれどもね。そうですか。さあそれからね、これも行きましょうか。男性の方からいただきました、龍一郎さんですね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。先日長崎に社員旅行に行った時の話。うちの会社は農業法人で、3歳年上のイケメンの社長、それからもう少し年上の先輩社員、そして私の社員の数は全部で3人。少数ながらも毎日自然と向き合って楽しく仕事しています。人間関係も良好で、優しくてイケメンの社長に、ちょっとアジアンテイストな顔立ちの先輩、よく冗談で私が先輩に、お国はどちらですか、やかましいわみたいなやり取りもちらほら。話はそれましたが、今回の社員旅行は長崎におじさん3人旅、途中佐賀の鹿島に寄って、日本三大稲荷の有徳稲荷神社に立ち寄ったり、綺麗な大村湾を見たり、おじさん3人でキャッ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 言いながら長崎いるね、うん、そうですね、楽しそうです
まず驚いたのが外国人観光客の多さ。いろんな人たちが本当にたくさん観光してて、私たちが泊まるホテルの受付も3人のスタッフ中2人が外国人スタッフ。長崎すげえと思いながらチェックイン。晩ご飯までまだ時間があったんで稲佐山の夜景を見に行くことにしました。タクシー呼んで乗り込んだんです。この時まだ明るかった夕方5時半。タクシーの助手席に乗った私に年配の運転さんが、お客様今から稲佐山に夜景を見に行くんですか。はいと答えたら、運転さんはいやー大正解です、今はまだ明るいでしょ、この時間帯に展望台に行くと明るい街の景色からだんだん暗くなっていって、より立体感がある夜景が楽しめるんですよ。暗くなってから行ってもただ綺麗なだけの夜景を見て終わり。私も何度も展望台に行ってますが、この時間帯に行くのが一番いい。私はああ観光地の運転さんはさすが勉強熱心なんだな、説明上手と思っていました。すると次の信号待ちの時に何やらゴソゴソしている運転手さん、さらに次の信号待ちの時に、でねこれがその時に撮った夜景なんですけどと言いながら、スマホで撮っためちゃくちゃ綺麗な稲佐山の夜景の写真を見せてくれる運転手さん、いやいや今から見るから。いやいや今から見るから、それ見せるんかーい、今からそこに行くんですけど、この写真撮るためにスマホ変えたんですよと自慢げにシャッシャッシャッとスワイプして、たくさんの夜景の写真を見せてくれる運転手さん、後部座席で笑いをこらえる社長と先輩、そんなこんなで稲佐山に到着。相変わらずたくさんの外国人観光客、ロープウェイに乗って展望台に。まだ明るい長崎の街の景色を楽しみながら、およそ1時間やっと現れた絶景の夜景、やっぱりスマホの画面より肉眼だな。存分に楽しんだところで晩ご飯の時間が迫ってきて下山することに。折りのロープウェイ乗り場も観光客でいっぱいと、ここで私の前に並んでいた先輩がチケットの確認をするスタッフに何か言われている。ワン、ツー。数秒後事態を察知した私が、3人ですと言うと、スタッフの人はハッとした表情をして、3名様ですねどうぞと言って通してくれました。満員のロープウェイの中でじわじわと込み上げてくる笑い、私が小声でどこの国との人と思われたんでしょうね、やかましいわ。その後晩御飯の時もその話題で爆笑いたしましたと。いやーゴールデンウィーク、楽しみだね。本当ですね。もう多分どこ行っても人でごった返してると思いますが、はい、ここ3年ね、なかなかそういう風に楽しめなかったことを考えたら、これはゴールデンウィーク本当に楽しみですよ、はい、ちなみにこのモーニングジャムは、いつものように、曜日で放送するんで、月曜日から金曜日までは毎日放送いたします、はい、ただねワンデースペシャルということでね、博多和牛堀ちゃん牧場の特選サーロインステーキ、プレゼントするっていう企画もあるんで、来週木曜日です、お楽しみに。モーニングジャム